マキシマムザイソフラモン30周競技はルール変更、 100m がコスプレ、走れないハーフトが貞子、 400m がプログラミング、うん、110m ハードルが一人エッジ、 1500m が1万m 坂立ち、このルール竹下は日本一になれますか。俺が一番近いんじゃない日本一多分ね。勝ちたかったら登録しとけ。